ガモ貞秀は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。六角氏、小田氏の家臣、大見国妃の上手。永章五年、カモ高里の子として誕生。父と共に、南大見の戦国大名を、六角氏の家臣として仕えた。貞秀の父、高里は、ガモ氏の分家で、本家の家徳は、貞秀のいとこ、ガモ秀樹が継いでいたが、 秀樹が、幕府寄りであったのに対し、高里、貞秀は、主君、六角貞ダよりの信任を受けていたため、その後ろ立てを得て、帝の一時を賜って貞秀と名乗った。また六角家中運数の重心であるマ淵氏から、正室を迎え、六角家中での地位を固めた。大英二年に、音ト城のガモ秀樹を攻撃し、翌大英三年三月に八ヶ月に及ぶ。 牢城戦の末に、秀樹を降伏させ、六角貞よりの仲裁で、秀樹から貞秀に、賀茂家の家督を譲ることでは僕が成立し、賀茂家の家督を相続した。また、当時の賀茂氏の居城であった音和城はこの時に、貞茂よりによって破却されている。さらに、大英五年、鎌掛城にあった秀樹を暴殺。その後、天文年間前半に、 日の城を築き巨城とした。貞秀は、貞よりの家臣として、協六三年の京都出陣や協六四年の浅井、助政との戦いなどでは二十九の支給を挙げるなど、貞よりの主要な合戦の大半に参加し、大いに武功を挙げた。天文八年、貞よりに従って上落。天文十八年には、三好長慶と摂津国で戦っている。 天文二十一年の定頼死後はその子、六角義方に仕え、伊勢国攻略を任されるなど活躍した。永六元年に出家する。永六二年には、浅井久政の俗上であった、沢山次郎。永六五年には、種村三河守が守る八部首将を攻めている。同年、義方に従って上落。次男、茂津奈佐々木一族の青地氏へ、三男。 サメタカを伊勢攻略の前任者である小倉氏の養子に入れ、娘を伊勢の関森信、神戸具政に嫁がせるなど、婚姻政策によって独自の勢力を築いた。内政面にも優れ、定頼の信任を受けて、城下町の形成や商業対策などを行っている。日の湾の製造は、城下町の成立とともに始められた。また、 鉄砲の重要性を早くから認識しており、日の城下に鉄砲職人を招兵している。A66 年、六角市内部にて、関音寺騒動が起こると、後藤隆次、続いて、主君、六角義春をかくまって、その朝廷と収集に尽力した。A67 年に、小倉総家に養子に入れていた佐根隆が、小倉西へとの構想の中で廃止すると、貞秀は、 小倉西への拠点である三条城や八尾城を報復攻撃し、小倉西へを滅ぼして所領を拡大した。A60 年の六角氏式目にも六角氏の宿老として署名している。A61 年、六角氏が滅亡した後は織田信長に仕えた。天正七年に死去、去年七十二、毒殺と言われている。従前の刀鍛冶を転職させたという説もある。 ありがとうございます。